こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ厚さ3センチのぴったりの商品で一番安い配送方法がわかりますか？初心者の方で1円でも安く商品を配送したい方にはおすすめですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、視聴者様から質問来ましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。まずですね、こちら A4 サイズの大きさの封筒で、均一と配送すると考えてください。はい。で、まずですね、猫ポスなんですよね。こちらはですね、195円ですね。はい。195円なんですけど、厚さがですね、こちらが、2.5ですね。2.5センチになります。なので、こちらも規格外になりますね。はい。で、その次なんですね、U パケットなんですけど、これはですね、175円ですね。非常に安いですね。はい。で、その次、クリックポストなんです。こちらはですね、188円ですね。188円ですね。はい。で、定型画なんですけど、こちらはですね、大体大まかに言って、まあ、210円を目安にしていただきいいかと思います。まあ、商品によるともっと値段上がります。300円ぐらいいくのもありますし、まあ、あと、こちらの方は質量はですね、まあ、入ってきますので、まあ、大体大まか210円と考えていただければいいと思いますね。はい。なので、一番安いのはですね、まあ、U パケットなんですよね。はい。ぜひね、まあ、こちらの A4 サイズでね、まあ、3センチぴったりで配送したいって方はね、まあ、U パケットを利用していたらいいかと思います。あとですね、まあ、これぴったりなので、まあ、多少誤差が出てくると思うんですけど、まあ、そういった場合ね、送った場合に戻ってくるかどうかっていう心配があると思うんですけど、これですね、郵便局の方もですね、測るときに結構、まあ、きっちりというかね、結構強引に入れて測ってしまう、してくれますので、なので、プラス5ミリ1センチでも大丈夫かと思います。はい。だから配送さえね、もしは郵便局で配送する際は、まあ、ぜひ、局員の方にね、相談してね、配送していただければ問題ないかと思います。はい。ローソンの場合はですね、私も結構こういった感じで出してるんですけど、特に戻ってくることはないですね。だからぜひ安心していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。日経のスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE の登録後によろしくお願いします。本日はサブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。